会見でいろいろ記者の方もとかね、その施設の方もおっしゃってましたけども、なかなかね、感染を防ぐっていうのは、かなりこれ難しいと思います。はい。ほぼ無理って言ってもいいのかなっていうふうには思います。はい。それは、障害者支援施設だからっていうのではないと思います。はい。ということかなと思います。マスクしたってっていうのは、僕ちょっと本当思ってるので、アクリル板置いたって感染って起きるだろうし、マスクしてても起きるだろうしね。今回のクラスターではなくて、他の感染の事例でも、マスクしてましたっていう方、最近そのような、マスク着用してましたっていう情報もないんですけど、おそらくマスクは着用されてると思います。はい。でもそれでも感染は起きてる状況かと思います。本当皆さんが、マスク正しくつけてるかっていうのも結構微妙だし、僕も含めてね、微妙だと思うし、正しくつけとっても感染するときは感染するんじゃないかなっていうふうには思います。はい。だから、この意味津園さんのね、対応が悪かったとか、そういうものではないと思います。はい。そういうことではないと思います。